これより第2試合を行います。アコーナー165センチ53.7キロ、ランチャーグリーン。イギリスより襲来し笑顔の襲撃場、ランチャーナグリーン。アコーナー156センチ53.6キロ、村田村田加奈子にとっての2018年のライジンが幕を開けます。ライジン女子 MMA ルール5分3ラウンド、踏みつけサッカーボールキックはもちろん有効、母リカさんが見守る中での復活のライジンのリングです。2度の怪我で2017年、満足のいく年にできませんでした。ただ2018年、この福岡、いよいよ始まる村田加奈子のストーリー。今リング戦いが幕を開けています。黄色いコスチュームが村田加奈子、黒いコスチュームがグリーンです。高田さん、久々のライジンのリングということになります。やっぱりライジンのリング、加奈子が元気じゃないかダメと村田加奈子は話します。タックルに向かう高田さん、その前の打撃を強化してください。タックルで足を取った。要するにさあ、これは後に押し付けられるか。ちょっと見ようか。はい、はい。さあ、まずはロープ際を追い込んでいく形、足を取った形の村田加奈子ですが、ここはコーナーに押し付けます。要はアマレスリングベースにした選手が、はい、いかにアマレスを、ね、ベースにして、で打撃で勝つかと、はい、打撃を有効に使えるかと、それを教える名コーチがいるんですよ、はい、キリアンというね、あのカリフォルニアに、はい、その6週間合宿行ってるんですよ。そこでみっちり鍛え上げられてきた。アマレスを捨てるとかそういうんじゃなくて、技術を生かしながら打撃で相手を倒していくと。ここまではその進化をおそらく村田加奈子を感じさせる、そんな戦いぶりを発揮しています。その進化だから、まあ言ってみれば大変だぞみたいなね、はい、ああいう選手になるために6週間カリフォルニアでトレーニングをしたということですね。より力強さが増してきた、さあ村田加奈子、アマレスだけには頼るなと、はい、打撃だけには頼るなと。藤井さん、ここまでの村田の戦いぶりどうご覧になってますか。そうですね、村田選手動きをシャープにで素晴らしいんですけれども、ランチャーナ選手がテイクダウンすぐに取らせなかったので、下からの足も結構効いてきてるんでね、ちょっと気をつけた方がいいですね。腰蹴らせない、足は上がらない、一瞬の隙も見せてはいけない村田加奈子。今の加奈子の上からの右のストレート、パンチ、打ち下ろしも、マットがね、要するにこう沈むぐらい、はい、強烈なパンチなんですね、もしあれ2、3発食らってれば、はい、相当なダメージが出てますよ。さあ、だいぶこれグリーンの顔が赤くなってきました、はい、そこら辺も随分、はい、彼女は変わったところでしょうね。同じ打撃でも、はい、随分進化したところでしょうね。そうですね、もちろんケンコバさんもこの村田の成長というのは感じますか。いや、昨日のあの軽量の映像見たときから、はい、肩の筋肉がねすごい発達してるなと。これ相当打撃やり込んできたんじゃないですか。そうですか、はい、さあ、だいぶこの締め技気味にかかってそうな表情、顔が好調してきました。残り時間はこの5分、1ラウンド、まずは残り2分を切ろうという、そんな時間に差し掛かってきています。やっぱり一本勝ち見たいよね。そうですね、カナコのここから戦って7戦6勝、そのうち2つが KO です。負けた1敗はあの中井凛、失意のまま迎えたあの2017年の幕開けというのが村田加奈子でした。まあ、あの中井凛の敗戦というのは彼女の中に相当大きなね、はい、やっぱり自信喪失というか、今までやってきたことは何だったんだっていうね、はい、迷いが出たと思うんですよ。そういうことですか、うん、逆に言うとそこからの歳月を考えると、はい、相当ねあれがエネルギーになって村田その姿を今日は見たい。そうですね、ここは肩肩で君にちょっと粘れようというのがこのグリーンです。でもディフェンス上手いね、下もね。そうですね、ランチャーナグリーン、足に痛いですね、あれ。もともとはストライカーのランチャーナグリーンですが、この試合の前に組まれていた、本来予定されていた試合のために充実を磨いてきたというのがグリーンです。さあ、ここはサイドマウント取ったか、残り時間を1分切ります。よし、取った。さあ、ここでサイドマウントからパウント、まだ背中しっかりつかせてないので、こうやって動いて煽りながら隙間を作ってきてますね。隙間ができるとどうしても足が入ってくるので、はい、なかなかベースも上取っていても取れない状態で強い。おー、首が入った、首が入った、首が入っている。ここから締め決めにかかるのは村田加奈子、復帰戦を飾れるか。ちょっと、そうですね、入ってるね、これはどうだ、
残り時間はまだ30秒で決めにかかる。さあここからの強さも磨いてきました村田カルコ。村田さんちょっと左に腫れてますかね。ちょっと打撃を食らった関係かもしれませんが、後頭部そうですね、胸で少し押すようにしながら、はいはいはい、あー時間が、あね、朝平さんどうでしょうか。いやーやっぱり村田さんの選手のライジンでの1年半ぶりの試合で1本見れるっていうのは本当に良かったですね。右左目もこのように腫れて、ただそれでも本人の意思は折れていませんでした。戦う投手を見せつけた村田カルコ、見事一本勝ち。でも相手選手も面白いね、そうですね、うん、もっと見たいな、うんうん、本当に強い相手と、ですから藤井さん戦ったということになりましたね。本当もう気持ちが出た最後のフィニッシュだったと思います。そうですね、フロントチョーク、アナコンダチョークで最後は一本勝ち、見事村田カルコ復帰戦を勝利で飾りました。いやグリーン悔しそうだな。突然のオファーだったんですけど、受けてくれたランチャー選手本当にありがとうございます。ずいぶん晴れてきたな、ね、ちょっと心配だな、うん、復帰するまで支えてくれた皆さん本当にありがとうございます。お母さんありがとう。ご家庭で意外とねちょっと脆いって言いますよね。アメリカに今こそ、ね、試合終わったらすぐにでも戻ってこいって言ってくれる人たちがいてるので、もう一回戻ってもっともっと強くなってこのリングに戻ってきたいと思います。あと入場曲どうでした。最高だったそうです。舞子さんありがとうございました。最後に人差し指出してもらっていいですか。せーの、かな、そして見事そんなインタビューだったかもしれない、広いインタビューだったかもしれません。藤井さん、はい、改めて村田からこの今日の戦いぶりどうだったんでしょう。そうですね、もともと打撃もシャープですし、もう初めの部分にリングインした時のタックル の足の運びがねスピードがありすぎて見えなかったんですけれども、すべ、はい、て武器にして今日は最後寝技の方で一本勝ちということで、見事にトータル的にアップして勝ってくれたので、はいはい、強さをアピールできたと思います。なるほど。さあそして朝比奈さん、はい、今後の村田佳菜子に対する期待もお聞かせください。